予選競争第9レースのメンバーが水面に登場です。1号艇福岡の魚谷香織、2号艇三重の鈴木由美子、3号艇福岡の伊藤玲奈、4号艇福岡の中尾優香、5号艇長崎の北村ねね、6号艇大阪の関野綾、以上のメンバーです。今1号艇魚谷香織が入ります。前半大敗でボーダー下に、さあこの高枠は気合を見せたい魚谷の陰線です。2コース前走競り合いものにし3着、2号艇鈴木由美子。3コースは3号艇の伊藤玲奈、1蓋3と入ります。4コース角の位置、今日から登場です、4号艇の中尾優香。5コースは5号艇北村ねね、大外に6号艇関野綾、昨日連勝シリーズ4勝をマークしています。今日はこの1回乗り、さあ準優の1枠をかけて、体型は3対3です。内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。予選競争の第9レース、ダッシュ3人がいざと出ていく4号艇の中尾優香、イン先前から1号艇の魚谷香織、まくり出した4号艇の中尾、さらには3号艇の伊藤と向こう正面へ、4号艇の中尾が前にいます。スタートは前提正常でした。先頭4号艇の中尾優香、追いかける3番、1番で2マーク、トップで4号艇の中尾を折り返します。3号艇の伊藤が握って回るホーム直線コース、先頭は4号艇の中尾優香がリードを取って、レースはこれより2周目。2番手に1号艇魚谷で、3番手が3号艇伊藤となっています。1幕先頭4号艇の中尾優香、1号艇魚谷香織、2番手そのうち入った3号艇伊藤でしたがバウンド交代、2番手は1号艇魚谷がリードで、3番手に3号艇の伊藤、すぐ後ろから5号艇の北村が続いて2周の2マークへと移っていきます。先頭1号艇中尾、2番手1号艇魚谷、3番手3号艇の伊藤が回ってそのまま3番手をキープ。体型は4番1番3番、レースはこれより最終周回です。先頭構想は4号艇の中尾優香、4コースの角からまくり差し入っています。最後のバックへ、2番手が1号艇の魚谷香織、3番手3号艇の伊藤玲奈、413の体型です。そのすぐ後ろから6番5番が続いて、最後方は2番、最終コーナーです。先頭は4号艇の中尾優香が折り返します。ここ芦屋では嬉しい初勝利となります。2番手1号艇魚谷香織、3番手は3号艇伊藤玲奈です。先頭4番五輪、1番五輪、3番6番5番五輪、2番五輪、以上全艇五輪しました。